アギムイブライミは旧ユーゴスラビアテトボ出身の北マケドニア代表のサッカー選手。カテゴリアスペリオレのディナモティラナ所属。ポジションはミッドフィールダー。アルバニア人の両親の間に生まれ、地元テトボのクラブ FK 主権ディアのユースチームで育つ。17歳でトップチームにデビューするとすぐに主力となり、2006年夏には オーストリアの強豪レッドブルザルツブルクへ移籍。ザルツブルクでは、下部組織でのプレーが中心で、トップチームでのリーグ戦出場は2シーズンで3試合に、とどまった。2008年夏、スロベニアの NK オリンピアリブリアナイカ入。2008から09シーズン、2部リーグ所属だったチームで11ゴールを上げる活躍を見せ、一部昇格に貢献した。2010年夏に、 トルコのエスキシセヒールスポルへ移籍したが、わずか半年で、スロベニアに戻り NK ナフタレンダバへ加入。さらに、2011から12シーズンからは、強豪 NK マリボールへ移籍した。このシーズン、主力としてマリボールをリング優勝に導いたイブライミは、母国マケドニアの2012年最優秀選手に、選ばれ、さらに2012から13シーズンは、 スロベニアリーグのベストプレイヤーにも選出された。2013年8月、レンタルながら、セリエ A のカリアリカルチョへ移籍した。2016年6月15日、FC アストナに移籍した。2017年9月、NK ドムジャレに移籍した。2009年8月にスペインとのフレンドリーマッチで A 代表デビュー。2012年10月12日、 ブラジルワールドカップ予選のクロアチア戦で代表初ゴール。さらに4日後のセルビア戦でもゴールを決め、マケドニアを歴史的勝利に導いた。アイブライミノーゴメイタスウェルイタヌケイマーイビーワールドットコムハット、アギムアイブライミナハベリシーアイグラリック V。 パービライヒー RTV スロービニア2013年5月24日 FYRMACEDONYA-SERBIAFIFA.com ありがとうございます。